直差し充電タイプ A110ルーメンで、ランタンモード、全長92ミリ、充電式スケルトンライト、ホーム電気330円と。充電式なので繰り返し使用可能ですと。ライトモードとランタンモードで合計6種の点灯モードに切り替え可能です。 USB に直接差し込むので充電ケーブルがいりませんと。なるほど。電源はリチウムイオンバッテリーの 3.7V の 400mAh 時か、400か、結構少ないな。光源は LED で、入力が DC5V、0.46A が最大。保護等級が IPX の3、防雨系だね。まあ、激しい雨はまずいけどっていうね。充電時間は約1時間で、満充電までですと。予報充電は違う。充放電が約500回できますと。使用度は約1000ルクスで、距離が1メートルライトモードハイの時。本体が38ブレモ。で、外径寸法が最大径が24ミリ、長さが92ミリと。あと PC の USB ポートからの充電もダメですよと。なるほど。使用後は必ず充電してから保管してね。っていうことだね。はいはい。これがモードだね。ちょっと見にくかったら後で静止画を映すけど、ライトモードが3つ、ランタンモードが3つで消えると。でそれぞれハイとローと点滅がありますよっていうことね。はい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 。ということですね。なるほど。なんかパッと見さそうだよね。なんか色違いがあって、こっちが青でこっちが透明。まあなんか安いんでね、一応両方買ってみました。はい、じゃあ開けてみましょう。なんか開ける時って楽しいよね。なんかこう意味不明なワクワク感が何これ。こうか。取り出せってか。なんか予想外だな。この青い充電池だな。充電池丸出しって感じだな。おもろいな。で、ボタンが割とはっきり。で、ここプラだね。ちょっとチープ感あるけどね。なるほど。なんか懐中電灯ぐらいの大きさだな、昔の。懐中電灯っていうか、ほら LED のなんか100均でよくあったシリーズ、あれとサイズ的に似てるね。だからあのこちらね、これもなんか安いやつ、中華のね、 Amazon で買ったやつだけど、これもね、あのいいんだけど、サイズが全然違うね。 1.5 倍ぐらいかな。 1.5 倍ぐらいです。このクリップは違うね。あの昔持ってた5050のやつのなくなっちゃうんだよね、このサイズすぐに。で、実際なくなっちゃって、これ中華の買って、中華のもね、何本か買ってなくなって、今、もうこれ1本しか残ってないんだけどね。はい。ちっちゃいからね、なくなるというね。めちゃめちゃ明るいんだけどね。それに対して、この明るさがどうかっていうのはね、まあ、110ルーメンだから、ちょっと試してみましょう。その前に充電せんといかんということで、ここを外すと、あ、回すのね。はい。いいね。回す方がまあ落ちないから。いいね。で、出てくるのが端子。なんか、ドシンプルの直球だね。なんか作りがね。いや、ほんとね、ちょっと笑っちゃうよね。高級感期待してる人にはね、これ正直ね、ちょっとどうかなって思うよね。まあ、330円で高級感も何もないんだけどさ。まあ、じゃあ充電してみようと思います。充電用のを挿して、で、これを挿す感じかな。はい。あ、ここがなんか赤くついたね、今。ちょっとわかりにくいけど。ここだね。見えにくいと思うけど、ちょっと赤くついてます。
うん、それ以外のところが赤いわけじゃないから、ここだけだね。電気消せばわかるのかな。差し込んでみるとわかったかな。ここがね、赤くついてるの。すげえわかりにくいけどね。まあ目で見た時にはね、そんなにカメラよりも多分普通にわかりやすいので、まあ問題ないかなという感じです。満充電まで1時間、1時間置いときましょう。過充電対策があるかどうかとか書いてないからさ、1時間経ったらちゃんと抜いてあげないとね、バッテリーが劣化しちゃうかもしれないね。満充電になると消灯するってだけだから、まあ、消灯してね、充電もね、中止してくれればそれでいいんだけどね。まあ、消灯するだけで充電し続けてたら、あの充電がね、あのバッテリーが劣化するっていうことはあるかもしれないね。ちょっとそこはよくわかんないです。だけどスケルトンがあの青いバッテリーが丸出しじゃん。だからスケルトンって言っても完全に白いわけじゃないよね。こっちから見ると、こっちから見ると白いけどさ、こっちから見ると青いじゃん。だったら最初からこの青いやつの方が感じいいかもしんないよね。ということで開けてみるよね。どうなんでしょうか。ちょっとドキドキだね。青いやつどうでしょう。出ない。いくよ。はい。なるほど。これはもう完全にブルーだから中が透けた感じにならないよね。どうかな、個人的には青い方が良くない？なんか中の青いが見えるよりもっていう気もするよね。うん、なんかね、そんな気もします。最初から充電入ってる、緑がついてる。まあけど充電した方がいいよね。ちょっと1時間はしときましょう。はい、はい。じゃあちょっとね、使ってみましょうか。うん、なんか蓋もね、カチッて閉まるわけじゃないから、回しすぎると割れそうだしね。まあ、その辺はあのプラスチック特有のね、やっぱあのチープ感もあるけどね。まあ、ライトとして使えりゃいいかっていう人はね。じゃあ、押します。1回目。おー。明るいね。2回目。消えるの？ 3 回目。あ、連続して押せってことか。笑っちゃうな。一回押してつくじゃん。でもう一回押したら次のモードになるかと思ったら消えちゃう。あ、なるね。あの短時間のうちだったらなるんだね。で一定時間、時間が経つてもう一回押すと消えるんだね。はいはい。意外となんか間抜けないだな。もう一回、二回押します。はい、ちょっとねローモード。三回目で点滅。4回目がランタンモードだね。うん、こういう感じ。置けなくもないね。置けなくもないね。この表面がね、ちょっとレンズになってるから、下向きに置くときにね、気をつけないとね、傷ついちゃうと、あれだけどね。で、もう一回押すと消えちゃうから、今度は、1、2、3、4、5。はい、ローモード。うん、ちょっと弱い感じ。1,2,3,4,5,6 SOS モード。うん、まあ使わんだろうね。はい、で7回押すと消えるのね。 1,2,3,4,5,6,7 ということです。うん、まあハイモードがね結構明るいからランタンでもね、これが結構使えるかなと思うけど、ランタンモードだとどのぐらいの時間いけるかっていうと、うん、書いてないですね。充電は1時間って書いてるけど、何時間連続点灯できるかとかいうのは書いてないので、
まあ、ただ 400mAh 時 しかね、そもそも容量がないからどうなんだろうね。まあちょっと測ってみようと思います。さて、充電が終わりました。ちょっとつけてみましょうか。これ一回ね。ローモード。点滅、眩しいね。で、ランタンモードです。結構明るいよね。結構明るいので、こう割と広いね、テーブルの全面を照らすことができるかな。いいんじゃないかな。なんか本みたいなものでも読めるかもしれない。夜中に本をね、読んでみようなんていう時でも。結構読めるんじゃないかな。字もね、読めますね。はい。しっかりとね、読むことができます。いいんじゃないかな。まあ明るいわけじゃないからね、読みやすくはないけど、まあけど普通に読めるね。なかなかいい感じで読めます。まあこの手のねライトと比べるとね、ネジもついてないしね、だこういうスタンドもつけられないしね、まあ明るさなんかもね限られるしね、中途半端感はあるよね。こうちょっとチープなね、プラ製だしね。まあただ330円で、この USB にね、直差しで充電できるっていうのは、まあ、かなり大きいんじゃないかなっていうことと、あとまあ懐中電灯だけじゃなくて、ランタンモードで使えるということなんかもね、結構役立つんじゃないかなって思いますね。まあ本当に小さいね、こういうサイズのやつ、あの5050とね同じサイズですけど、まあこれに比べるとやっぱりね随分大きいので、なんだろう、そのキーホルダーにつけてとかだったらね、やっぱこっちの方がいいんですけどね。まあ使い方次第ですよね。あとキーホルダーとかもついてないしね、マグネットがついてるわけじゃないので、こうどっかにね固定できるわけでもないしね、まあそういった限られたね、機能ではありますけどね。まあ330円にしては上出来じゃないでしょうかっていうところです。はい。